日の上映会がありまして、それが終わって、こちらに駆けつけてきました。北陸をぐるぐるしてるんですけれども、北陸電力さんは、石川県と、富山県、そして福井もちょっと入るのかな。でそうすると志賀原発があって、私は富山県氷見市の出身なので、実家が30キロ圏内なんですよ。でこれは東京でうかうかしていると、富山県民はお人よしなので、もう瓦礫は受け入れるわ。でその北陸電力が志賀原発再稼働、おいえいおーとかってやってるので、もう再稼働しちゃうんじゃないかとか、もうちょっとね、気が気ではなく、ちょっと北陸頼みをしたいなと思ってる今日この頃なんです。よろしくお願いします。というのは、先ほどもお聞きしていましたら、大谷派の、お寺さんがなんと、ここら辺は日本中で一番密度が濃いと、800もあると。もう首都圏とか関東全域よりも、実は石川県に800もお寺があると。で、富山県にも何百もあるんですよね。なので、見ていただいたように、二本松の、佐々木さん一家はお寺でして、なんかこう、地域の中で拠点になるような、避難してくるその人たちが助けを求めたりとか、あるいは子どもたちが短い期間であっても放射能汚染地帯から、ちょっと雇用に来るとかっていうことに、これからなんかお寺さんにいろいろやっていただきたいなと思ってるんですけどいかがでしょうか。でもそれはやっぱ私たちもお互いに協力し合ってとかっていうふうにできたらいいなと考えています。これを作ってですね、内部被爆を生き抜くを作って、去年の8月6日から撮り始めたんです。最初に日田先生が出てらしたシーンから撮り始めて、今年の2月ぐらいまで佐々木家を撮っていました。で、今回入門編だと思ってまして、本当にこう一生懸命勉強なさっている方から見れば、なんだもうみんな分かってることだよっていうふうに思われるかもしれないんですけれども、でも例えばその放射能の見える化とかですね、ホールボディカウンターのチェックとかですね、そういうことはじゃあできているのかっていうと、できていないんですよ。でその風評被害と実害の間もはっきりと区別されておりませんし、その分かっていることとできていることの間のギャップを埋めていけたらいいなとも思っておりますし、もう一つはですね、福島に通っていると、あるいはその、福島から避難した人たちの話を聞くと、特に女性が、小さいお子さんを抱えてですね、旦那が分かってくれないと。で夫婦の中でその放射能に関する、リスク危機感に関してすごい温度差が生まれていて、そこに分断というか断絶が生まれて、それで非常に苦しんでいらっしゃるっていう話を聞きました。今は内部被爆に関する本とかたくさん出てるんですね。だけどそれをね、山下さんの、山下俊一さんが福島でものすごい数の講演会をやったんですよ。でそれを新聞が報道し、テレビが報道する。でその二重の効果で福島の人たちは100ミリ以上でなければ危険ではないというふうに刷り込まれてしまいました。で本当に結構多くの人たちが本気で信じてるというよりも、つまり権威のある医師がそういうふうに言ってるんだから、自分たちはそれを反論する何の根拠もないし、言われた、それはいいじゃないかと。避難しなくてもいいし、ここにずっと住み続けて安全であれば、それに越したことがないということで、ものすごくこう、積極的に彼の言葉を受け入れるという、そういう、効果があったんですね。言ってほしいことを言ってくれたと。だからそういう人たちはあまりこう考え方を積極的に変えたいと思ってないわけですよ。だからこそ価値観の違いとか、この放射能に関する考え方の違いで、断絶が私は起きていると思っています。でこれをすごく一生懸命、ミツバチを一生懸命療養しながらやっていたんですけども、でも大変だけど作ろうと思ったのは、映像だとですね、夫婦で見れるじゃないですか。なので共有できるじゃないですか。でそれで話し合うきっかけにもなるし、で今回は4人のお医者さんを取り上げました。
この方たちはですね、全然お互いがお互いその関係がないんですよね。知り合いでもないし、で私が知り合っているというかで4人選んだのは、私はたった1人が 100% ではないと思っているんですよ。絶対でもないし、でそれぞれのその体験と研究分野によって知見も違ってくるんですね。飛田先生は、世界中で最も原爆による被爆者被害、被爆被害の患者さんを6000人ぐらい綿密に診察された方です。でその被爆直後の症状とかで、長きにわたって入試被爆という内部被爆をした被爆者のに寄り添って、ずっとその、被爆者援護法とかですね、その体にどんな変化が起きるかをものすごい長いスパンで、その患者を縦に見ると先生はおっしゃるんですけども、その生まれ育った来歴から被爆してからどうだったかとか、どういう仕事をしてどうダメになってきたのかとか、そういうことを全部こう聞き取りながらやってらした本当に得がたい体験をした方で、鎌田先生は、私はそのイラクの医療支援をしているんですけれども、イラクはですね、この間ファルージャから高藤さんが4、5日前に帰ってきたんですけども、高藤さんは、私に言ってくれたのは、もうそのイラクのお医者さんはあまりにも異常出産というか、障害を持った子供があまりにも生まれるので、もう医者が女性に子供を産むなと言ってると。ちょうどそのイラク戦争から9年経ったんですけど、そういうふうな状況なんですよ。それは単純に劣化ウラン弾だけでは私はないと思います。さまざまな化学兵器をこう複合的に使われた結果、そういうことが起きているんだと思うんですけれども、じゃあ翻って日本を見ると、日本は確かに今低線量っていうのは実はその誤解を見やすいんですけど、外にあるときは低線量の低い弱い放射線がたくさん満ちている状態で、それが体の中に入ると細胞にとっては高線量になるんですよね。でプラス農薬をいっぱい使ってる、しかもダイオキシン、これはその焼却炉から出てくるダイオキシンがいっぱいあるっていう環境に住んでいるので、やっぱりリスク高まってると思うんですね。で鎌田さんはこうやってあちこちで療養しているとですね、鎌田さんは大丈夫かっていう声を聞くんですね。何っていうと、この間テレビに出て山下さんと仲良しそうだったとか言われたんですけど、いやもうね、山下さんとはたもとを分かち、福島の中で地域医療を確立するという平田病院が出てきましたけれども、あそこと、連携をしてやっていこうというふうに、言ってくださってますし、チェルノブイリに94回も医療団を送ってます。そしてイラクの支援、そして福島の支援も、この3つをやってらっしゃるのは鎌田先生だけなんですよね。で、小玉先生は、ゲノム科学といって遺伝子研究の、第一人者なんですね。今回、入門編と申し上げたのは、放射性セシウムが一番悪役だというふうに言われていて、放射性セシウムの話ばっかり被爆のことになるとなるんですよね。だけど、福島原発事故で出た放射性物質はアルファ線という放射線を出す物質もたくさん出てるんです。でアルファ線はどれだけ体の中に入ったのかっていうことを測ることができない厄介な、本当にこう短い40ミクロンしか放射線を出さないものなんですが、これが、そのセシウムのガンマ線よりももっとがんを起こしやすいと。かつてこのアルファ線を出すバリウムを、X 線を取るときに飲んでた。でそのバリウムを飲んだ人たちが10年後にがんを多発したんですね。だから今ではそのアルファ線は絶対放射線治療とか医学的に使ってはいけないというふうになっているんです。でもそのアルファ線に関しては、まだ全然注目されてません。最近そのストロンチウム90がどれだけこう飛散したかって汚染マップとか出てきましたけど、現在進行形でわからないことが、ちょっとずつ事実が分かったり、影響が
本当に目に見えてくるのは私は3年後5年後だと思うんですよ。でもそうなった時に私たちはなんと福島の子どもたちや福島の人たちに、これはやっぱり日本全体の私たち全体の問題として捉えた時に、あの人たちだけを苦難に向き合わせておくということではいけないと思うんですよ。まあだから、この私たちにできることっていうのを今日ちょっとお話しさせていただきたいんですが、まあ、これ小出先生の計算で広島原爆470発分の放射性セシウムが出たと、この計算式はちゃんと小出先生が計算していらっしゃいまして、でもこれ少なく見積もってもこうだろうという話です。で、原発安全神話が、原発が事故を起こしたらですね、今度は放射能安全だと安全神話に変わってしまっていて、でこの間、毎日新聞さんが原子力学会の定例会を取材して、全くその原子力村の人たちは反省がないと、ある研究者が、市民が放射線計測器を持って放射線を測るのはもうけしからんと、でそういうことをさせているから100ミリ以下でも危険だなどと市民が言い出すんだと、あれはやめさせた方がいいって言ったら、みんながわーっと拍手したんですよ。でだから反省がない。でそんな中で、まあ、内部被曝は進行していると私は認識しています、まあ、だから作ったんですけども、例えば放射性セシウム137と134が一緒になって、まあ、出てるわけですけども、もうセシウム134の毒性は137の2倍あると言われて、でも一方で134は、まあ、早くなくなっていくんですが、そのこれまではこういう微量の放射性物質ではがんにならないと言われていましたが、作品の中では小玉先生がはっきりと論破してくださって、パリンドローム、シンドロームと、あと膀胱上皮がんですよね、体の外に出ていくと言っても、100回ほどこう膀胱を通過しないと外に排出されないとなると、やっぱりその間ずっと微量な放射線の体の中に入ると、さっきも言ったように光線量に匹敵する放射線を浴び続けるということになるんですよね。まあ、それで、通販生活っていうところが、カタログハウスっていうところ雑誌を出していて、そこでその2回にわたって山下さんをインタビューしているんですね。で私はそれに対していろんな批判もあるんですけども、私が思っているのは、どうもこうそのインタビューを読むと、国はものすごく手薄、36万人も18歳以下の子どもたちが、汚染地帯に、まあ、福島だけでもいるのに、甲状腺の検査をするだけでも2年半かかると。でその対談に出てきた福島のお母さんたちが山下先生に、まあ何ミリかの農法が自分の子供の甲状腺にあったと、あるけれども問題ないと、で次の検査をする必要もないという紙がペラッと来て、で福島大学、福島医科大に電話をして、これはどういうことでしょうかって言ったら、山下がおりませんので答えれませんと。で司会が、そういうの一つ一つ山下さんお答えしてるんですかって言ったら、いや僕はしていないと、で実は人材がすごく足りないんですという話になって、じゃあそんな人材が足りないままどうしてるんですかって言ったら、今全国の甲状腺の専門病院に、支援を要請しているところだと。でもなんかこう積極的にもう一刻も早く子どもたちの現状を把握して被爆から守ろうという姿勢が国にはないということだと私は感じたんですよ。でそんな中でこの人が抜擢されてやっているけれども、非常にコミュニケーション能力低いし、まあ、世界的なチェルノブイリの権威だそうなんですけども、ものすごい誤解をいっぱい生み出しているっていうことに関しては、それをこう払拭していくのはすごい大変だなと感じました。で、やっぱり広島、長崎に原爆が落とされて、いろんな形で内部被爆をした人たちが現に存在したのに、日本政府はその人たちは
戦争によって引き起こされた災禍なので受忍しなさいと、耐え忍びなさいと言って、その医療支援を67年間まともにしてこなかったんですね。で、その目に見えるような大きな原爆の被害でさえそうなのに、福島のように、どれだけ被爆したのかわからない上に、しかも100ミリ以上でなければ危険じゃないなどという、そういうこと畳みかけているので、私はこれはですね、やっぱりその、そういう保証とかっていうのは相当時間かかると思います。だからその前に、私たち市民が動いて何とかしないと間に合わないというふうに感じるんですよ。で、チェルノブイリ事故から26年目ですけれども、いろんな研究者は、一番この破壊されたのは人と人のつながりと暮らしそのものだったっていうふうに言ってます。で、私は福島原発事故を今破壊し続けているものは心だと思うんですね。現在進行形では、確かに体の中では進行しているものがあると思いますが、今一番壊れているのは心ですよ。イラクに行った時に、イラクの子どもたちががんになって白血病になってこう苦しんでいるのに、国連は、イラクに、抗がん剤を輸出してはいけないと。でも死ぬしかないわけですよね。でそのイラクのお母さんたちは、もう世界中がイラクの子供なんて死んでしまえと、死んだってどうでもいいんだっていうふうに見捨てられてるっていうふうに、でそこで私たちがすごくささやかな抗がん剤を持って行ったり、大丈夫ですかって言ったり、まあ、その鎌田先生と医療支援してますけど、そういうことがたとえその直接命を救うところまで至らないとしてもね、あ、自分のことを気遣ってくれてる人たちが存在するんだということが伝わるだけでも、これは意味があると思います。で、これがやっぱりもっと足りないんです。私たちは福島のその被災地の被爆をして苦しんでいる人たちとつながり合うっていうことが、ここはね、侮れないんですよ。PTSD が、これからきっとすごい出てくると思いますけど、ポストトラウマティックディスオーダーっていうんですね。これはその、後から出てくる心障害、心的障害で、すごい心の中の問題がこれから起きてくると思います。まあ、内部被爆もあれなんですけど、だそういうそのこれまでこの災害によってもたらされた隔たりや分断をどう乗り越えていくのかっていうことが私たちの課題だと思うんですね。まずその正しい情報が開示される。で、まあ、その100ミリ100ミリで OK って言われてるのは、それはもう本当とんでもないので当事者の意思を最も尊重するのが大事なんじゃないかなと。で、佐々木家を取って、佐々木家は、まあ、一旦逃げたけど、ののちゃんがね、お父ちゃんと一緒にいないと嫌だと。やっぱ家族が分断されるか、それとも放射能から逃げるかという選択の中で、揺れた末に、あそこでもう最大限の努力をして暮らすというふうに決めたわけですよね。そういうこう、決定を、当事者の決定を尊重して、でそこでじゃあ私たちは何ができるのかということを、押し付けちゃいけないと思う。なんで逃げないんだってよく言われるんですよ。確かに私もあちこちで話して、早く逃げた方がいいですよねとか、なんで私たちは逃げないんでしょうかって言われるんですけど、それは今ものすごく多様化していて、一人一人事情があるという。そんな中で、まあ、情報拡散されているので、わざわざ、ものすごい借金をしたりとか、わざわざ、その、親しい人間関係を捨てて、慣れ親しんだ場所を捨ててまで、どっかに避難するだけのモチベーションを奪われてしまっているわけですよね。支援もないし、支援がないっていうのも問題です。そのチェルノブイリ法っていうのがあるんですけど、これはその、1ミリシーベルト以上になった地域から年間ですよ。避難したい人には、ちゃんと経済的な支援をしなさいという法律が、まあ、チェルノブイリさっき戦って勝ち取ったわけですね。これ絶対必要だと思います。で、あと、まあ、聞き取ってあげたり、まあ、自らの人権を自覚するというか、人権侵害を、例えば志賀原発があって、それでそれを再稼働しようとされた時にすごく不安になりますよね。
で、その原発と共存できるかっていうことが問われていて、そこは私人権問題も絡んでくるんじゃないかと思うんですよね。自らの人権を自覚したときに、自分と子どもとか、あるいはその地域に住んでいる子どもたちのこととか、あるいは自分たちの将来とか、そういうことをやっぱり考慮に入れるべきだと考えています。今起きていることを繰り返さないために、私たちがこの地域でやれることはあると思うんですね。ここなんかこう切れてますけど、これ私ね、カタンって書いて、カタンのピラミッドっていうのをちょっと書いてみたんですけど、これは六ヶ島ラプソディで中立は賛成だっていうふうに友別さんが言っていて、確かにね、そう政界財界とか、このトップの人たちが、野田首相とかね、揺るぎなく原発を再稼働するぞとか、経団連がするぞとか言ってますけど、やっぱりそれを底支えしているのは、自らの人権侵害に無自覚な市民とかですね、気がついているが沈黙を守る市民たちっていうのが、もうぐっと支えていると思うんですね。ここからどう抜け出していくのかっていうことも大事。で、ちょっと飛ぶんですけど、先ほど私4人取り上げた中に、やっぱりこうグラデーションがあるんですね。あの人たち、あのお医者さん一人一人は、内部被曝に関しての、リスク認識が、バラバラと、こう、濃淡があるんです。で、このアーネスト・フタングラス博士は、ジェイ・グールドという統計学者さんと一緒になって、アメリカの中における内部被曝の研究をずっと続けてきた、アメリカの内部被曝の第一人者なんですけど、彼は今計算されているよりも内部被曝は100倍から1000倍の影響があると。ここも100から1000の差があるんですよね。なので、佐々木瑠璃さんがやっていることは、子どもたちにセシウムゼロの食事を提供するっていうことなんですよ。それは実現可能なんですね。というか、やることができることなんですよ。それが、瑠璃さんがあそこ その放射線量が高まってしまった二本松に住みながら、自分たちの家族の健康を管理するにはこうだっていうふうに勝ち得た、メソッドというか方法論なんですね。だから、いろんな意見を聞きながら、じゃあ自分はそのいろんなこう濃淡のある意見の中でどういうふうに内部被曝に向き合うのかっていう自分なりのスタンスっていうものを一人一人が身につけていくのがいいんじゃないかなと思うんですね。で、私はスタングラス博士が言ってることはそれなりの根拠があると思ってます。というのはものすごい誰にもこう論破できないような統計に基づいて言ってらっしゃるので、この方の本も翻訳されて出てきましたが、で、その作品の中でもアニメーションで、その DNA に何が起きるのかっていうのを可視化したんですけれども、DNA のこの二本鎖が切断し、それが修復されて、治ったっていうのはいいんですけど、やっぱりこういうふうにこう一部消失してしまうっていうのは、ここの部分がですね、今研究の一番最先端ですよね。人ゲノムの中のどの部分が欠損すると、例えばその修復を司る部分が欠損する場合もあるわけですよ。そうすると修復もできなくなっちゃうとか、だから必ず同じような定型の病が出るのではなく、様々な多様な出方をするよということなんですよ。これが非定型性症候群と、日田先生と、ボードマンが名付けた内部被曝の、症状なんですね。で、これがアルファ線なんです。これ長崎大学で世界で初めて撮影された、アメリカは、日本の被曝者の体の、亡くなった人の、体をアメリカにいっぱい持ってったんですね。また変換してきましたけど、その中に、ルーペになってる中に、これプルトニウムの微粒子が入っていて、今でもこう、67年経っても放射線を出している。これがアルファ線なんです。これは外から測れないんですね。でも確実に、すごい、電気的なこうエネルギーで、
細胞の核とか周りにこう影響を与えるバイスタンダードっていう効果がありまして、こう一つの細胞が放射線を受けると周辺に隣接した細胞も同じような振る舞いをしてしまうっていうバイスタンダード効果っていうのが、ヨーロッパのあのお医者さんによって、研究されたりとかしています。まあ、こういうふうに、それがそのこのアルファ線が、出す電気的なエネルギーっていうのは、外からこうガンマ線がこう体を通過するエネルギーよりも非常にこう狭い範囲に大きなエネルギーを与えてしまうっていうことの模式図なんですけど、やっぱり私これから未知の事態が起きる、それに関してどう対処していくのかってことも課題だと思うんですね。鼻血を出す子どもや下痢が多数報告されたということに関しては、今日発売している、ビデオ、あ、売り切れちゃったの、はい、あ、そうそうですかあれ嬉しいけど、ありがとうございます。特典映像がついてるんです。あ、ありがとうございます。で、裏に書いてあるんですけれども、この出てらっしゃる4人のお医者さんにインタビューをして、その方それぞれに、まあ、20分弱ぐらいの、インタビューを編集して一続きでつけてあるんですね。その中でスモルニコワさんが、チェルノビリの子どもたちに起きた鼻血現象と、なぜ鼻血を出してそれどんな影響が あるのかっていうことをきちんと語ってくださっているので、その特典映像ぜひ見ていただきたいんですね。本編に入れることはできなかったんですが、放射性セシウムはですね、毛細血管を破壊する、粘膜の中の、毛細血管、鼻の中の、毛細血管を破壊することによって、鼻血が出るわけですけど、破壊されたところから、セシウムが体内に入っていくと。で、その鼻血を出した子どもたちの血液検査をチェルノブイリではやっていて、やっぱり血液に異常が出るということを、スモルニコワさんはビデオの中で言ってますので、そこもぜひ見ていただきたい。なので、私たちの、すべきことはですね、そういうその被爆から子どもたちを救うというか、少しでも少なくさせるという、本当にイラクの子どもたちは今でも死に続けていますし、そういうその私たちがこう一緒に生きる社会の中で、子どもがもう被爆して先に死ぬなんていうことはですね、最悪の事態ですよね。それを回避したいと思います。被災地の子どもたちを雇用に出す、移住しろっていうのは無理ですけど、すぐは、その人たちがしたいと思えばしませんし、でも雇用に出したいと思ってるんですよ、みんな。だから受け入れるっていうことを申し出れば、雇用に出したいお母さんたちはいっぱいいます。もう一つは受け入れ先を、そうやって準備、こっちがしてあげるっていうことですよね。で、被災地の人たちとつながって心のケアをする。あと、自分自身の偏見と向き合い乗り越えると。これすごい大事で、差別の、誰が差別するのか、私たちですよ。私たちの中にある、そういう、こう、区別する気持ちっていう根本を見つめ直すことが、実際偏見をなくすことにつながっていくと思います。誰しも偏見があるんですよね。で、それで共感性を高めると、相手がどんな変なことを言ってもなるほどそういうふうに思っているんだってことをまずね引き受けて付き合っていかないと、大きな目的にはなかなか到達できないんじゃないかなと思うんです。大きな目的というのは、子どもたちを健康で育てる、たとえそれが他人の子どもであろうが誰の子どもであろうがっていうことを私たちが本気でやるっていうことだと思うんですよね。はい、ここまでにして、あとはちょっとどうでしょう、質疑応答にしたいと思います。はい、どうもありがとうございました。これ最後になんですけどいただいたんですが、原発の危険から子どもを守る北陸医師の会、皆さんメモってください。この、チェルノブイリの恐ろしい健康被害っていう翻訳本のデータが全部ネット上にあるそうです。この本の中身が、そうですね、
はい、それは今申し上げた、原発の危険から子どもを守る北陸医師の会で検索すると出てくるそうです。なのでぜひ皆さんすごい頑張って、翻訳なさったそうなので貴重な情報があります。アクセスしてください。はい、すいませんでした。ありがとうございます。川中監督は本当に今全国で引っ張りだこで、今日こうやってお越しいただけたのも本当に奇跡的なことです。なかなかお呼びできる機会もこれからちょっとなくて、北陸には一生懸命行きます。北陸に行かせてください。今日は本当に貴重な機会ですので、皆様、ぜひご質問またはご意見などを田中監督に、どんな初歩的なことでもいいので、はい、こんなこと聞いていいんだろうかっていうことを聞いていただきたい。はい、どうぞ。先に上がった白いシャツの方。一番最初に子どもたちを保養に出すということがありますけれども、実際にその心が回復するとかそういうことだけじゃなく、例えば保養に出ることでその食べ物できれいになっていくというお話がありましたけど、保養に出ることで実際に回復するというようなそういうことは情報はないんですか？あります、あります。ベラルーシは鎌田先生が言ってたように10年間にわたって24日ずつ年3回子どもたちを保養に出し、それを17カ国が受け入れたんですよ。でそのうちの、一つが日本にもあって、それがチェルノブイリの架け橋っていう野呂美香さんがやってらっしゃる旭川なんですけど、行く前にホールボディカウンターで検査して、で帰ってきてからまた検査してどれくらい放射性物質が抜けたかっていうのをデータ化してるんですね。で野呂さんが受け入れた子どもたちは世界17カ国の中で最も放射能が抜けるっていう、もうみんな野呂さんのところに来たがって 82% セシウムを除去できるっていう食事療法を野呂さんが開発したんですね。野呂さんの本素晴らしいですよ。ぜひ皆さん探して読んでいただきたいんですけど、愛に満ち溢れております。お母さんを励ます、チェルノブイリのお母さんからのメッセージみたいなのもありますし、それがすごい役に立つんですよ。で私は被災地の子どもたちがもしまた同じ17カ国の、日本に入れないと16カ国ですけど、そういうところに行って雇用ができるんであれば、プラスアルファ的にその多文化経験ができるし、海外とのつながりもできるし、学びにもつながって、単に雇用だけではないなんかいいことがあるんじゃないかなと思えるんですね。でも一番簡単なのは国内なので、国内でそれをやるのが手っ取り早いとは思っていますけれども。食事が一番大きいんですか？食事ですね。セシウムゼロの食事をするということですね。はい、今のご質問にちょっと、監督の方に付け加えていただくとすれば、どういった食事が理想でいいでしょうか？そうですね、とにかく入っていなければいいんだと思うんですけど、野呂さんは発酵食をすごく使っています。動物性を少なくして植物性を増やしてかつ発酵食と。だからその、野呂さんのサイトの写真を見ると、ベラルーシの子たちがおにぎりとか食べてるんですよね。日本食を、日本食自体はすごく素晴らしい、デトックス効果があるものだと聞いています。はい、ブルーのシャツ着た人は、はい、どうぞ。被災地なんかで、震災瓦礫とか膨大にあると思うんですけれど、今見られてたその佐々木さんの家、あそこでもお寺でも屋根を剥がしたり、あるいは土を掘り起こしたり、いろんなことをしていると思うんですけど、実際これどういうふうな処理をしたらいいと思うんですかね、見られて感じでは。その放射性物質は拡散するという性質を本来持ってるんですね。だから私たちがしなければいけないのは、それを閉じ込める、拡散させてはいけないっていうことなんですよ。被災地の方たちには申し訳ないんですけども、もうちょっと
その瓦礫、まあその汚染された瓦礫を、どうすべきかっていう研究をしないままに焼いてしまえでしょ。でこれまではものすごく低いものでさえ大変だったわけですよ。岩手県に滝沢村っていうところがあるんですけど、そこにその医療用の放射性廃棄物を持ってきて焼却してたんです。でも住民は反対して、まあ、その焼却をやめて焼却しないままにドラム缶に詰めるという方向に変えてもらったりと。でもその、医療用のって寿命が短いので汚染度もすごく少ないものでした。それよりももっともっともっと高いものを普通の焼却炉で焼いてしまおうということでしょ。すごいずさんだと思いますし、もし焼却炉でそういうことしちゃうと焼却炉全体が放射能汚染されちゃうわけですよ。焼けば焼くほど内側にもうこびりついて取れなくなって、普通のゴミを焼いても中でこう放射能がぐるぐるしちゃって焼却灰の中にどうしても入ってしまうっていう。でそれを例えば東京都はですね、石原なのでもう本当もう恥ずかしいです。私も東京都民なんです。水源地に埋めるんですよ。普通のゴミと同じ最終処分をするの でこれはやっぱりもう一つはその利権が絡んできているので、莫大な予算があるならそれを、まあ、被災地の人たちが仕事がないと、で自分たちがやることによって仕事も収入も得るんであれば自分たちがやりたいと仙台とか言ってる仙台市とか言ってるわけですよ。だそういうもうちょっとコミュニケーションし合って、もうただただバーガー的にやってしまってる現状が良くないじゃないかと私は思ってるんですよね。じゃあそれなんですけれど、はい、先ほどイラクのお母さん方が例えばその何だったっけ、抗がん剤とかもらえない私たちは傷ついたというような意見あるじゃないですか、うん、だから他の地域が受け取ってくれないという署名をするんではなくって、例えて言うとその放射線を封じ込める処理方法をお願いするという署名とかそういう活動ができないもんかなと思ったんですけど。あ、それいいと思いますよ、うん、だから受け取らないっていうやつ、なんかかわいそうに思えて署名やけしづらいんですけれど、例えて言うならそういうふうな的確な処理をしてくださいという署名活動ならば賛同したいなと思うんですよ。そうですね。今その防波堤の中に、まあ、瓦礫を防波堤の中に埋め込んでしまうっていうようなやり方も考えられていますけれども、まあシールドされたもので包んでそれをコンクリートで覆うっていうのはその拡散しない方法の一つなので、それはいいんじゃないかなと思いますけども、だそういう気づかないやり方を私たちもしなきゃいけないですよね。ただただ持ってくるなんではなくて、それは賛成します。はい、他に。